あれ？ない、ないよ！何？あゆみちゃんからもらった紙人形の切れ足。あ、おまじないの？私のは学生証入れに入ってるけど。うそー、あの時ポケットに入れたせいかな。すぐちゃんとしまわないからだよ。しょんぼり。本当に聞こえたのか、幻聴なのか、分からなくなってきたよ。ね、ねえナオミ。ん？お尻の薬持ってない？塗るやつ。え？あんたまた？うん、最近なんかお尻の調子悪くてさ。普通の軟膏ならあるよ。ほれ。じゃあちょっと塗った食ってくる。イエーイ。もうちょっと恥じらいなよ。いや、いるならいいの。ゆかちゃんの声。
いや、いるならいいの。お待たせ。薬ありがとう、ナオミ。はい、握手。ああ、うん。あれ、あそこ開いたの？ん？さっき、あそこの扉、開かなかったような気がするんだけど。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、セイコ、それより。今外で、ユカちゃんの声が聞こえたの。多分、下の階。ほんと？行ってみよっか。危ない。足が。ありがとう、腕掴んでくれて。ううん、よかった、落っこちなくて。足の捻挫きつそうだね。とりあえず休めるとこで休みなよ。そうだね。ほら、私に肩乗っけて。ありがとう、セコ。助かるよ。気にしない、気にしない。ティッシュで。絶対これ人の内臓だよ。蝶みたいなの踏んだらブチュって、うんこみたいなの出たもの。嫌なこと言わないでよ。本当に吐いちゃうじゃない。ごめん。そういえば、喉乾いたな。あれ？意外と埃っぽくないね、ベッド。ほんとだ。よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん。じゃあ、ちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる。私もそうだよ。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん、すまないね。
感謝には及ばねえよ、ナオミさん。うん、よしよし。イタキレと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助かる。おし、完璧。どう？あ、すごい楽。セイコ、ありがとう。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。うっぷぷぷぷ。では遠慮なく。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ？ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといると、なんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ありがとう。考えとく。早く会えるといいね。うん。でも一方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって。ここにいなければよかったのにって、心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。かなわないや。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。お兄ちゃん！またユカちゃんの声。聞こえたね。ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ。ちょっと待ってて。でも。せっかくだし、もう少し休んでなよ。うん。わかったわ。あ、本当に楽になった。さすがだな、セイコ。先生、みんな、サトシ、どうしてるかな。ちょっとサトシ！
何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。もう可愛いんだから。会いたいよ。なんでこんなことに。どうして鍵まで閉めてるの？嘘、鍵かかってないのに開かない。子供の声。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？なんか頭が痛いな。耳鳴りがする。さっちゃん、迎えに来てくれたの？何よこれ。逃げなきゃ。どうして鍵まで閉めてるの？嘘、鍵かかってないのに開かない。
夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？なんか頭が痛いな。耳鳴りがする。ないじゃん。かわいそうに、ナオミ。大丈夫、吐いちゃったら楽になるよ。背中、さすってあげる。ありがとう。もう平気っぽい。ゆかちゃん、いた？ううん、やっぱりここには、この学校には、私たち二人しか生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。